はい、皆さんこんにちは。今回ですね、前回に引き続きテレミクラブに関して言及させていただきたいと思います。今まで第1弾から第9弾ということで言及させていただいたんです。今回第10弾です。で、今回ですね、私はこの何に関してテレミクラブで何に関して言及させていただきたいかというとですね、テレミクラブで被害に遭った方々の実情をですね、お伝えしたいと思います。まずテレミクラブ、まあ、実際例えばその料金を払ったけど出発処理に届かず出発できなかった方々もかなり多いです。これはほとんどです。だけど、出国できた人と思います。出国できた人と、で、この出国した人は、テレビクラブでどのように言っているかというと、出国した人は自力で対処できます。これは何だと思います。まず、テレビクラブということで、まあ昨日東京地裁に破産を申請して、まあ、事実上倒産になったんですけど、最大が151億円です。最大9万人となる旅行者に最大限の全額返済は難しい見込みであります。で、テレビクラブということで、例えばですね、この、27日ですね、テレビクラブの韓国プサンの実際に参加した女性はホテルの部屋がキャンセルされていました。現地に着くところ、テレミクラブの予約を代行していた韓国の旅行会社はホテルをキャンセルしていたということです。実際このお客様はですね、テレミクラブにお金を払ってるのでね、それが予約できてなかったということで、その際改めて宿泊費を払ったということです。で、これはなんでこういうことが起こったのかです。これは私はもともと HS という旅行会社で働いたので、まあ、旅行業界で働いたのはよくわかるんですけど、まずそのお客様がいただいた料金になりますよね。で、それは航空会社、先ほど言ったイアタのね、BSP のシステムで送る銀行送金、ホテルに関しては、提携している会社が例えば現地にあるのであれば、もしくは現地法人があるのであればそちらに送るわけです、1ヶ月で。だけどそれが、されないということで、実際お金がもらえないのであればですね、旅行会社がテレビクラブからもらえないのであれば、これはもう宿泊させることができないということを判断してお金を払ってくださいというわけになったわけです。で、他に結婚50周年の方、オーストリアへのペアツアーを申し込んだと、1ヶ月前2月後申し込んだわけですね。まあ、本来カードで払う手続きなのでカードがちょっと落ちなかったよ、それで早期のお金を払っていただいて、で、現金を持って払いに行ったということです。で、現金24万8100円をカードでは支払わないので現金で支払ったということなんですけど、これはテレビクラブが国際航空運送協会イアタへの支払いができなくなる2日前だったということです。まずこの時点でテレビクラブがこの後どうなるかって分かっていながらこれ集計するってことはどうなのかなって正直思ってしまうんですよね。で、テレビクラブの元社員の方がいいので、利益が出ないものもありました、私のものもあったというか、実際は私はマルタに、2015年12月に行った時にですね、まあ、正直これは赤字のツアーだなと思いました。8日間の四つ星のホテル、添乗員、ガイドがついて、全部観光が出てくる、そして食事が全部ついてくる、これで10万円じゃ絶対にね、損をしてる、利益が上がってない赤だなって感じはしたわけですけど、しかしですね、23日の国際航空運送協会イアタへの支払いができなくなったと分かったのが前日の22日だったと話した山田社長、これは私ね、どうなのかなって正直思ってしまいます。経営者であればね、こういうことは分かってるはずなんですよ、ね、しかし23日はメールマガジンを配信、同じ日には新聞で大きな広告を掲載です。またまた大きな広告を掲載です。経営状態が悪いにもかかわらずお金を集めていたのではないのか、これに関して山田社長はどのように答えているかというとですね、全くそんなことではなくて、とにかくイアタがダメになったときも最後の最後までスポンサーと掛け合い、銀行さんとも掛け合って、今日今日このような状態になるよ、なるこのような結果を招くと全く考えてもいなかったので、詐欺を働くとかそういうことは私からも元を考えていませんと説明しました。ただですね、私からすればこれに関してはですね、まずこれだけね、もう会社が傾いている状況を分かりながら、集客をしてです、広告まで集客する、そして集金する、で、結局は破産したお金を返せない、これね、はっきり言ってどうなのかなって感じがします。計画倒産と言われてしまってもしょうがないんじゃないかなって正直思うんですよね。
で、テレビクラブはこういうふうに言ってます。出国した人は自力で対処ということで、既に合計権を受け取っていても現地資格できないなどのトラブルがある可能性がある。まあ先ほど言ったように料金が結局テレビクラブからホテル側にね、ホテルもしくは現地法人、現地の会社があるじゃないですか、手配会社、それに払われない、それによってね、ホテルが拒否する、これはあるんです。で、実際そういうふうになっている人もいますから、実際自腹で払ってで、自力で対処してしまうもらうしかない。要するに自腹です、向こうがホテルで請求してくれたら払うしかないと言ってます。で、社長の経営判断ミスが今回の事態を招いたのかというわけなんですが、まさしくそうで、まあそれはその通りですよね。で、観光者は26日の時点で、ね、テレミクラブの約2500人が38人、8の国と地域に滞在しているということで、安全に帰国できるよう対応を進めます。今私はタイのバンコクにいますけどね、なんか多分バンコクにいる方も結構テレミクラブを利用してバンコクにいる方も結構いらっしゃると思うんですけどね、うん、いわゆる先ほど言ったように渡航してホテルからその料金が請求されるっていうのは未払いなわけです。テレビクラブのね、ホテル直接のこともありますし、基本的には現地法人、結構、テレビクラブに関しては現地法人持ってますし、もしくは、契約している現地の運営会社、まあ、それにお金が払われてない、未払いということで、結局こういう形になっているということです。まあ、ハワイなんかもね、数日前に60名払ってるのにという話もあります。ハワイのホノルルに滞在する旅行者からテレビクラブを通して支払い済みのホテル代を請求されたと、それが現地の日本領事館で計3件だと思います。テレビクラブからホテル側に代金は支払われてないという、まあこれは本当その通りでしょうね、うん、まあとにかく私はね、このちょっと匂いを感じるのはやっぱり計画的倒産が少しあったかなって感じがします。なのでその計画的倒産ということで、もう会社が危ない状況下にあるにもかかわらずそれを、広告まで出して集客して、集金する、そして結果破産、もう事前に破産するって分かってたと思うんですよ。そしてそのお金を返金できない、そしてこれだけの方々が被害に遭われている、最大で8万人、被害額が99億円3万5000件です、これはね、ちょっと大きな問題であって、今後もやっぱりしっかりと調査をしていかなければならないし、できる限りね、この被害に遭われた方のお金を戻すように努力していかなければならないと、私は思っています。では、今後もね、このテレビクラブに関して、ね、勉強させていただきます。皆さん、ぜひチャンネル登録してない方は、チャンネル登録いただければと思います。もちろん私はこの旅行業、もともと旅行会社の社員で今までいろんな世界行ってます。そして世界を見てきていろんなところで撮影してきたものをこちらでアップしますし、まあ、他の問題に関してもねアップさせていただいてますので、皆さんぜひね、他の動画もね見ていただければと思います。